むっ、わかった。なんだ、なんだ、むいいえ、ふんちなにむっ、はい、いいよ、せおい、お、なあ、絶対にフリーザの思い通りにはさせねえ。
こまで来たらやってやる。俺の全てをかけて奴を倒す。未来は変えてみせる。これがこの星の最後の眺めになりますね。フリーザ様。お、フリーザー、奴を止めろ。宇宙船に近づけさせるな。エラなんかに俺は止めらんねえ。まだこんなところでくたばってたまるか。なんてやつだ。なぜあんな体で戦えるんだ。貴様止まらねえ。奴は一人だ。勝つで押すんだ。聞いてくれ。まさか生きてるとは思わなかったぜ。舐めた真似しやがって。ドドリア、
今度こそ確実に始末してやる。ここで貴様を倒し、あいつらの敵を討つ。今さら何言ってやる。お前を含めサイヤ人ども全員フリーザ様に消される運命なんだぞ。消されやしねえ。俺がフリーザを倒すんだからな。ゴミ不正が寝ぼけたことを言ってんじゃねえぞ。こんなに強かったのか。サイヤ人は戦うほど強くなる。俺たちを見せ、ジャーボンの言ってたことは本当だったのかもしれねえな。確かにこいつらに徒歩を組まれたら、いろいろと面倒くさくなっていくかもしれない。まあその不安もどうでなくなるんだな。この薄気味悪い笑いをやめやがれ。まだだ。俺の体はまだ動く。こいつ。しぶといやつだ。相手がドドリアだろうが何だろうが、フリーザを倒すまで俺は止まらねえ。てめえドドリア、なんだ。俺は今掃除の最中だぞ。その場から下がれ。フリーザ様が出られる。フリーザ様が。早くしろ。巻き込まれても知らんぞ。くっそ。引き返しやがった。なぜ。フリーザ様だ。フリーザ様。おお。フリーザ様、なぜ。一体フリーザ、ようやく出てきやがったな。よくぞここまで抵抗してくれました。私としては何も知らず愚かなあなたたちのまま宇宙の塵にしたかったのですが、見上げた根性です。いいでしょう。そんなあなたにご褒美をあげましょう。このフリーザ様が少しだけあなたのお相手をしてあげます。最後の思い出というやつです。ふざけやがって。さあいらっしゃい。フリーザ。裏切りやがった。おめえは、おめえだけは絶対に許しちゃおかねえ。裏切りとは言い当たりも甚だしいですね。そのような言葉は対等な者同士で使うものです。私とサイヤ人の皆さんはただ上下関係にあっただけ。下の者は上の者に絶対服従でしょう。例えば私があなたたちの滅亡を望めば、それは絶対です。貴様。
育ちのサイヤ人だ。さっきのはまさかフリーザーなのか。そして奴の前に立っていたのはカルト。どういうことだ。二人で戦うことになるってのか。本当にサイヤ人は不愉快な連中ですね。お楽しみはこれからです。サイヤ人は一匹たりとも生かしてはおかないよ。本当にこれは未来なのか。ここまで戦えばもう分かっているでしょ。あなたと私の実力差が。私が恐竜ならあなたはアリ。それほどの差があるのです。アリの攻撃が私に効いていると本気で思いで。まただ。おめえをぶっ倒す。もし今のが未来だというのなら、惑星ベジータはそれに俺は後ろを見せてあげましょう。本当にサイヤ人は不愉快な連中ですね。お楽しみはこれからです。
せてあげる。また未来が。ほら、地球育ちのサイヤ人だ。さっきのは、まさかフリーザなのか。そしてやつの前に立っていたのは、カカロット。どういうことだ。二人は戦うことになるってのか。本当にサイヤ人は不愉快な連中ですね。お楽しみはこれからです。サイヤ人は一匹たりとも生かしてはおかないよ。本当にこれは未来なのか。本当にサイヤ人は不愉快な連中ですね。お楽しみはこれからです。もし今のが未来だというのなら、惑星ベジータは、それに俺は。本当にサイヤ人は不愉快な連中ですね。これだけ手加減して、その調子ですか。なんと脆い。
ご褒美の時間は終わりです。うわっ、うわー、さっさと仲間たちのもとへお行きなさい。サイヤ人の強さを思い知らせてやれ。うわー、てめえだけ、うわー、てめえだけは絶対に許さねえ。うわー、これで全てが変わる。この惑星ベジータの運命、この俺の運命、カカロットの運命、そして貴様の運命、これで最後だ。何？さようなら、サイヤ人。素晴らしい。ほら見てごらんなさい、ザーボンさん、ドドリアさん、こんな美しい花火ですよ。カカロットよ、この俺の意志を告げ、サイヤ人の惑星ベジータの仇をお前が討つんだ。
クリリーグ、こりゃ驚いた赤ん坊じゃ。一体どこから。ほほ、尻尾のある赤ん坊か。ほほほ、こんなところに置いておくわけにはいかんな。わしのところへ来るか。いたこりゃ元気のいい子じゃ。よし、お前はこれからこのわし孫悟飯の孫じゃ。よいな。お前の名前は、そうじゃな、悟空じゃ、孫悟空じゃ。悟空や、元気に育つんじゃぞ。ふーれそーれそーれそーれこうしてドラゴンボールの壮大な物語は幕を開けたのであった。